ここでいいんですか？大丈夫です、大丈夫です。あ、すごいすごいすごい。結構動きますね、やっぱ。すごい座り心地がいい。あ、これ運転しやすいですね。セリシオよりやっぱサイズも一回りちっちゃいね。小さいですかね。そうなんですよ。幅がやっぱね、クラウンのサイズなんで。これ綺麗ですね。本当にね、大事に乗ってたんでしょうね。これも。あ、そこも開くんですね。あ、そこにあれなんだ。そうですね。と、ここが。ここも開くんですよね。あ、すごい。もうカセットですよ、ここ。そうですね。セリションもやっぱカセットと MD 両方選べるんですよね。懐かしいですね。今はもうなくなっちゃいましたよね。ふわふわですもんね。シートもいいし、うん、最近のまたクラウンと全然違うな、思った感じが、しっとりしてる。え、シーガード乗ったんですか？あの、そう、運転させてもらったことがあって。あ、すごい、うん、ただもう全然違いますよね。装備はどうしてもまあね、かなわないけど、スマホと同じじゃないですか、やっぱね、そのあたりは。あの、結構、うん、まあ、車屋さん曰くね、スケが結構古い車の方が長持ちするらしいんですよ。そうですね。まあ、新しい車はどん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 進化しちゃって、まあ、壊れやすいっていうのは聞きましたね。はいはい。まあ、デザインも私は古いのが好きです。あ、そこもやっぱりね、やっぱ昔のが好きだっていう方もね、結構いますからね。これは快適ですよ。あ、でも友達に言われたのは、うん、なかなかこの女子でこの年齢でこのツーゾン乗ってる人なかなかいない。まあそうですよね。本当に相当車が好きか、もしくは、うん、まあ親から言ってもらったかって、うん、少数派ですよね。両方です。ああ、ただやっぱりこの何の乗り心地を知らない人ってやっぱいっぱいいると思うんで、うん、一旦ノーマルの状態で乗ってから、うんうん、カスタムするといいかもしれないですね。そう、それがやっぱ結構おすすめですよね。うん、変化が分かりますもん。そうなんです。元の状態が分かってるとね、また違うじゃないですか、捉え方がね。タイヤ一つで変わるし、あと車高調とかね、タイヤの厚さとかでも変わりますしね。え、タイヤが薄いとどんな感じですかね。硬い。この今すごく暑いじゃないですか、はい、こういうだからクッションはあのなくなるっていうか、やっぱ衝撃がなんかもうちょっと尖って伝わりやすいっていう感じ。直でくる感じですかね。そう、これと比べるとそうですよね。いやー、快適ですね。今の状態どうですかね、このエンジン。私も結構このエンジンの運転してる時の音好きです、うん、いや、いいと思いますよ。調子いいんじゃないですか。なだらかな。ああ、そう、直録のね、いい音が。V6 と全然また違いますからね、音が。いやー、いい感じだ。高級感があるっていうかですかね。そう、ありますよ、乗った感じも。古き良く高級感。そう、だからパーツが全部なんか高級なもので作られてるなっていうのが分かりますよね。うん、ゴージャスですよね。すごいなんかリッチな感じ。もうこの時代いいよね、本当。いや、これは状態がいいな。相当大事に乗ってたんだろうな。これお気に入りです、スイング。スイング機能はクラウンね、本当にクラウン、セルシオもついてるんですけど、クラウンとセルシオぐらいしかないんじゃないかな。まあ、タイヤのホイールもお気に入りが、その王冠マークついてるのお気に入りで、可愛いなってかっこいいなって。そうですよね、クラウンのこだわりですよね。クラウンのお勉強しないと。すぐ覚えますよ、好きで乗ってると。自分も本当に知らないとこから始まってましたし。これなんかあれですね、私まっすぐなんですけど、カカカカってなるんですね。そうですね、形がこう、なんていうね、
いいですか。かっこよすぎですね。それで、うん、チェックでいいですね。全然違いますね。もう全方向横に見えちゃうみたいな。情報収集。手が入っちゃう。これ音はどうですか？静止の。結構いいですよね、音ね。曲もいい感じで。曲もこれ高級感ありますよね、やっぱ。このハンドルをもらいたいぐらいです。